やばいやばいやばい。あもうちょい食べて。うわぁ美味しいって言ってくれました。こんなやった人いないんじゃないかな。これはもう1位ですね。皆さんこんにちは、FC東京背番号14番の内田拓也です。今年ももう一つのルヴァンカップに僕が参加したいと思います。去年が11位、今年が10位と来ているので、今年は1桁の順位に入れるように、1位を目指して頑張りたいと思います。今日僕が作るのはルヴァンプライムスナックを使った、生チョコのモンブランです。早速作っていきたいと思います。まず材料から、ミルクチョコレート 100g、 生クリーム 200g、 ルヴァンプライムスナック8枚、純ココア適量です。それでは料理していきたいと思います。まずは容器に生クリームを入れてラップをしたら、600ワットのレンジで40秒ほど加熱をします。レンジで加熱していきたいと思います。今40秒温めてきたので、ミルクチョコレートを入れたいと思います。男飯ぐらいしか作れないです。ほぼ自分が食べるよって感じですけど、当番っていうのは特にないですね。自分も手が空いてたら手伝うことありますし、まあ、でも基本的に家事はやってくれるんで、そこはもうありがたいですね。これ溶けるかな。いやうまそう。めっちゃとろっとろ。滑らかになったら、これを半分に分けて片方を冷蔵庫で15分ほど冷やします。出していきます。次に泡立て用の生クリームを数回に分けて入れて、氷水につけながら生クリームを混ぜて、柔らかい角が立つまで泡立てていきます。うらまよし、次にルヴァンカップ、違う、ルヴァンプライムスナックカップで食べたな。これをこのビスケットを8枚用意します。次に絞り袋、チョコレートのクリームをモンブランのように絞るために使うものです。クッキングシートを切って三角形にします。これはちょっと小さいですけど、この90度の方を上にしてくるんって回して、ここに合わせるように、こっちは後ろのこうぴったり重なり合う、こうやると綺麗にできます。これを何回か折ると固定できるので、実際はもう少し大きいのを使うんですけど、作り方はこんな感じです。あ、でも一回ホワイトデーでチーズケーキ作りました。ちょっと甘さ控えめすぎて、ちょっと甘さがちょっと足りなかったですけど、まあ、美味しいって言ってくれました。まあ順調だと思います。もう最初ちょっと痛すぎてしんどかったんですけど、徐々に良くなって、まあ日常生活は普通にできるようになりました。
そうですね、順調だと思います。冷やしたチョコレートをビスケットの上に乗せていきたいと思います。おお、めっちゃ固まってる。難しい。この形が崩れちゃうと多分外の形も崩れてきちゃうので、いや、器用だと思ってます。結構もう中学校の時とか高校の時もそうですけど、家庭科とかも得意だったんで、工作とかも好きだし、図工とか大好きな科目だった一つだった。もう一つのルヴァンカップ3回目なんで、やっぱだんだん慣れてきましたね。こんなやった人いないんじゃないかな。どうだったの。よし、この中にモンブランの上のクリームの部分を入れてモンブランにしていきたいと思います。うわー、いい柔らかさ。やっぱインスタ映えっていうのが何事にも大事っていうので、今回のテーマはインスタ映えっていう気持ちでやってます。うわ、これ難しいな。これだけでも美味しい気がするな。めっちゃうまそうじゃない。ここ3年で一番いいかも。もうちょっと1位じゃなかったらちょっと難しいかもしれない。果てしになったけど、ちょっと溶けてきちゃった。これがめっちゃ綺麗。一番素早くやるっていうのも大事だよね。このクリームが温かくなると形がだんだん緩くなっちゃうんですよ。いやー、さっきより早い。お、めっちゃ出てきた。やばい。修正。やばい。ああ、なんか穴開いてる。もうちょい耐えて。もうちょい耐えて。おお。おお。終了。仕上げにココアを振りかけていきたいと思います。できました。生チョコモンブラン完成です。うまそうです。うまくできました。最後のこのモンブランにするのが時間との戦いっていうか、手で温めちゃうとやっぱどんどん溶けていっちゃうので、高級デザート店にあるようなこの細かな線でできたので、これはすごく映えるんじゃないでしょうか。試食していきたいと思います。これはうまいっす。うまい。ここ3年で一番いいっす。一番ベストっす。抜群ですね。これはもう1位っすね。店に出せる。濃いチョコの周りにふんわりとしたちょっと生クリームが混ざったこの甘いチョコ、いい。多分それだけだと多分もう生クリーム食べてるみたいなんですけど、下にビスケットがあることによってサクサク感っていうのを味わえるんで、すごいベストな関係だと思います。ぜひこの生チョコモンブランに投票してください。そしてぜひみんな食べてください。違う、作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。はい。